東山奈央は日本の女性声優、歌手、東京都出身、インテンション所属、レコードレーベルはフライングドッグ、日本ナレーション演技研究所研修科卒業。小学校の頃はお邪魔女ドレミア、美少女戦士、セーラームーンが好きだったが、鋼の錬金術師に感動して声で心を動かすことに興味を持つ。中学、高校は一貫教育の女子校に通う。 中学2年生の時、声優を目指す同級生の友人と台本の掛け合いをするうちに演技の楽しさを感じて声優を志した。両親には大学受験を頑張ることを交換条件に声優養成所に通うことを認めてもらう。高校進学と共に日本ナレーション演技研究所に入所し、3年間の研修後、オーディションに合格してアーツビジョンに所属。 学生生活と声優活動を両立させた。2010年10月に同時に始まった、神のみぞ知る世界の中川かの2役と、スタードライバー輝きのタクトの姿目タイガー役で、テレビアニメデビューを果たす。中川かの名義では、シングルアルバムのリリース、ソロコンサート開催など多様な活動を行う。サキサキや自画編。 エピソードオブサイド A などでのヒロイン役を演じ、異国迷路のクロワーゼ・ザ・アニメーションでは主役の声を担当。音楽ゲーム太鼓の達人チビドラゴンと不思議なオーブではキャラクターの他に主題歌を担当した。2014年3月大学卒業。同年4月1日をもってアーツビジョンを対処し、5月1日付でインテンションに移籍した。 2016年11月17日、個人名義での歌手デビューを発表し、公式サイト、公式ツイッターラインアカウントを開設。2017年2月1日、フライングドッグより、デビューシングル、トゥルーデスティニー、チェンザワールドをリリースした。2018年2月3日に、日本武道館で、ファーストライブを開催。同日、自身のオフィシャルファイクラブ開設を発表し、 同日付で指導した。2019年3月9日、第13回声優アワードで、助演女優賞とゲーム賞を受賞。2019年、自身のチャリティ活動により、オフィシャルクラブ、虹の輪っかが、日本赤十字社の金色友好賞を受賞した。2020年、声優生活10周年を記念した、キャラクターソングアルバム CD が8月5日に発売。 金色モザイクイベント時のインタビューにて、父親が帰国子女で小さい頃は、父が英語で話して、母が日本語で返すというような家庭環境であったと語っている。声優になるにあたり最も影響を受けた人物として、ボクロビの名前を挙げており、法の代表作である、鋼の錬金術師のエドワード・エルリック役が女性であることを知り、さらに彼女の演技に惹かれて、私も自分も、 こんな風に人の心を動かせたらなぁ、と思っていたと語る。この、鋼の錬金術師視聴以前から第一期の OP、テーマ、メリッサを担当した、ポルノグラフィティの大ファンでもある。自身の声を特徴的じゃないと評した上で、色がついてない方が色々な役に挑戦できると前向きに捉えており、作品のエンドロールを見たときに、私の名前に気づいて驚いてもらえるくらい、 キャラになりきれる役者になりたいと語っている。もともと歌うことが好きだったが、音痴を克服するため、中学、高校は合唱部に所属していた。コーラスはアルトパート担当で、自己主張せず控えめに歌うことに慣れていたため、歌手としてソロで歌うことには難しさがあったという。ジャズダンスやヒップホップを10年ほど続けてきたので、ダンスは得意で、 イベントなどで楽曲を披露する際にはその振り付けを考えることも多い。ワルキューレのダンス練習では他のメンバーにアドバイスできるよう多忙にもかかわらずいち早く振り付けを覚えてくるという。高校までの身長は1 4 9トルだったが大学に入ってから3トル伸びて2011年時点では1 5 2トル性格は本人曰く。 死者を死者で隠れ人見知り。ザウの名は、結果の出ない努力は、ただの言い訳。愛称の、ナオボウは、小学生時代に、坊やのように小柄であったことから、トウヤマンは、中学2年の頃につけられたあだなちびっこヒーローとヤマンにそれぞれ由来する。趣味、特技として歌唱、ダンスエレクトーンが挙げられている。生卵を割ることすら、ままならないほど料理は苦手だが、 肉まんをレンジで温めることについては自信を持っている。好きな色はベージュ系。自然で素朴な色やファッションを好む。恋愛面では夢見がちかつオトメチックな部分があり、シチュエーションなどの妄想力が豊かではしざき剣から歩く別間と称されている。山崎遥とは同じ養成所同じ事務所、同期、同じ年齢と多くの共通点があり、 親友と認め合う間柄である。また、日慣れで、同じクラスだった、早見沙さおり、うちとも親交が深い。特に早見とは養成所卒業後も共演する機会が多く、お互いに、さおさん、なおちゃんと呼び合う関係である。金色モザイクの声優ユニット、ローダンスのメンバーとは、同作の共演を通して、講師ともに親交が深くなり、放送終了後や、続編決定後も、 たびたび顔を合わせている。同アニメのイベントではもともと視野を者であることに、加え、周囲の期待に応えようと自分ができる、以上のことをやろうとしてしまうと自分を評し、時には終了後に倒れ込んでしまうほどイベントを苦手に思うことがあったが、ローダンスとして活動していくうちに苦手意識も克服され、ローダンスが自分に居場所をくれたとまで語っている。 東山自身が不在の際に収録された他のメンバーへのインタビューでは一番のしっかり者、魔性の女などと評されていた。アニメ、神の水を知る世界中川カノンとして中川カノン、スターリング東山なおセカンドコンサート2014リボンイリュージョンにてピアノの弾き語りを披露する。ピアノ弾き語り用として作曲者に依頼する際に制作委員会側では 難易度を下げないように繰り返し言われ、作曲者本人でも弾くだけで大変であり難易度を表すと100に対して100でありこれ以上は上げられないレベルと語る。また、東山本人が無理であるならいつでも書き直すので言ってくださいと念押しをして制作側の担当者に渡すも何ヶ月経っても返事が来ないまま約1年が経過した頃に東山本人が弾けましたと連絡され驚く。 その後、完成度を上げるために東山は再度練習の日々だったと語る。デビュー前にアニメ、玉浦のオーディションを受けるが、その時は声がかからなかったものの、続編で登場したキャラクターに採用されたことを、劇場版パンフレットのインタビューで語った。太字はメインキャラクター。は、インターネット配信。は、インターネット配信。ありがとうございます。